はい、どうも、こんにちは。今回でまた Life is Strange 続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ、今にもあるように、クロエの家に来て、さあ、これからカメラを直しに行こうかなってとこだったんだけど、まあ、相変わらず リアルタイムセーブできないからさ、すごい戻されたの。この部屋に入った瞬間まで戻されたからさ、で、またね、一からやろうかなと思ったところで、クロエに話しかけてなかったんだよ、前回。で、今話しかけてミスったから クロエに話しかけるとこだけでもね、ちょっと収めようかなと。クロエに話しかけるの終わったら、あれするわ、普通に。で、大人になったマックスこれはこれこれ。毎日何やってんの？前回やったとこまで飛ばすわ、それで。写真撮ってる。自撮りしたり、風景撮ったり、いろいろ。変わんないっダすよ。サいかもしれないけど、すごく楽しいよ。褒めて褒めて。ダサいってことないだろ。おっフレームにこれだって瞬間が収まるとね、お、いいじゃん。怖いものなんてないって気分になる。かっけえ。へえ、いいじゃん。私もちょっと気が晴れたよ。すげえ気まずかったね、さっき終わり方が。ごめんごめんみたいな。聞いた私が悪かった。ごめんごめんみたいな。なってたから、お、地球儀すげえ光ってんな。また、じゃあ、前回のとこまで飛ばすわ。まあ、てなわけで 一通り終わったから、続きからっていこうか。前回行かなかったとこからね。まずトイレ確認しに行こう。これじゃ何も見えなごめい。んって、電気つければいいんだろう。電気つかない。あ、つくんかい。出なかったじゃん、さっき。あれ？どこ？どこに反転あんの？中？これか。勝手に覗くのどうかと思うけジョイどな。スおばさんの化粧品ね。クロイは動物実験をするメーカーのは使わない。ああ、まあまあ、その効能をね、効能を動物で調べるってことね。開ける。クロエの髪の色好きだな。ああ、染めてんだ、美自しさ分がみで。じんもない。私とは正反対。ヘアカラー。いや、もうちょっと情報量あるでしょう。ヘアカラーって、わかるわ。開ける。なんか入ってんかな。これクロエの？大丈夫かな？薬？抗うつ剤、錠剤、米国薬局型 10mg 処方箋、薬剤者使用時の注意を添付すること。 漢字が読めなくなってきた、急に。ここない？ここじゃあ、ここで今一人暮らししてるってこと？この家で。消さないとですね、ちゃんと。あと、ご両親の部屋かな？覗いてみようか。失礼します。なんか埃舞ってるけど。クロエの両親の部屋だ。今日は覗きまくり。取りたいね、今。開けないと。これはやっぱり、この反発力。あ、鳥ちゃん。写真撮ろう。おはよう、鳥さん。さあ、飛んでおいき。写真撮ろうよ。てか、人ん家に勝手にトイレじゃないわ。取り入れだけど大丈夫かな？おばさんは通販カタログが好きなんだよね。あ、おばさんはまだいるのか。そっかそっか、おばさんと二人暮らしなんだ。おじさんの思い出の品だ。新しい旦那さん、悪い人じゃなさそう。サンフランシスコでの休日、ウィリアムとクロエもね。あ、再婚したの？おばさんってそういうことか。ママってことか。開ける。ドッグタグだ。デイビッド・マドセン。聞いたことあるね、なんか。デイビッドってあれじゃない、警備員じゃないの？警備員デイビッドじゃなかったっけ？あ！あれじゃん。飼われてんじゃん、この家で。21世紀のサバイバルガイド、行動可視化。うわ、まあ、大変週だよ。末に向けての準備か。何これ。かわいいじゃん。ああ、これクロエが母の日におばさんに作ってあげたんだっけ。まあ、ちゃんと撮大って事るにのはしいいてるね。ね。いいね。それは母ちゃんらしいわ。おばさんまだダイナーで仕事してるんだ。旦那さんは警官？ドンマイクロエ。え、じゃあ、やっぱそうじゃん。あ、じゃあやっぱ、あれじゃない？あれじゃん。デイビッドが今新しいお父さんなんじゃないの？そういうことだよね、多分これ。デイビッド・マトセンって犬の名前じゃなくてさ、ドッ家グ族のタグ名前だ。だ。
デイビッド・マドセン。あれ か、飼い主の名前がデイビッド・マドセンってことか。え、じゃあクロエの今仮のパパやってんじゃん。請求書が払えてないみたい。デイビッド、キズス経過、アルカディア・ローン、デイビッド・マドセン様、ジョイス・マドセン様、シーダー通り44、アルカディア・ベイ、オレゴン州97105。やっぱそうだよね、マックス気づこうぜ。気づかねえの。おばさん幸せそう。クロエの新しいパパ悪い人じゃないんじゃ。デイビッド・マドセンじゃん、警備官じゃん。クロエ気づいて、クロエ買おうよ今。これで買わんのかな。ランプついたけど。請求書が払えてないこれ気づくよ、マックス。これ気づく。おばさん幸せそう。気づかねえ、マックス。気づかねえ、マックス。気づこうぜあんだけ警備員と嫌なことあったじゃんさっき。おはよう鳥さん、さあ飛んでおいき。え、大丈夫かな、これ窓開けっぱにしてるけど大丈夫かな。いや開けとこうか、さすがにね。抜けれた方がいいでしょ、いつまでもこの家にかかってたらね。あ、てかこれあれかな、クソ親父の工具ってデイビッド・マドセンの工具ってことかな、亡くなったお父さんじゃなくて。え、いるのかな、マスカパパ。パパというか、まあ警備員。わ、広っ。え、広くないっすか。え、広いんだけど。ダメだ、向こう側から鍵がかかってる。まあ普通そこだよな、普通向こう側から。プライス家の経済状況は良くないみたい。あー、支給電気料金止められるじゃん。じゃあ電気ごめん、つけちゃった俺、黒い、つけちゃった俺さっき電気見えないから。ケイト、マックスさっきはありがとう。全然大丈夫、あいつ最低ね。そのあいつがあれなんだって、あいつがここのパパパパやってんだって今。テレビあんじゃん。ここに来るのは5年ぶり。もっと長く感じる。テレビつけてやんの、今電気代払えてないんだから。やめたりーな。あ、いっぱいあんな。つけちゃった。つけちゃったわ。だからこれつけたからって別に調べられるとこ増えるわけじゃないよね。ジョイスおばさんはまだツーホエールダイナーで働いてるんだ。町内一のバーが食べたくなってきた。何これ。あー、あれか、買い物ペーパーね、買い物ペーパーメモね、買い物のメモね。これはじゃあ私もパリに行きたい。うん、この溜まり方じゃポートランド行きも怪しいよ。あー、パリに行くための貯金みたいな。いいじゃん、ロマンチックじゃん。家族の温かみ溢れてんじゃん。わあ、美味しそう。おばさんの料理また食べたい。え、じゃあでもそれなのになんでお金払いたいんだ。なんか新しいパパが使ってんのかな。本を熟成させてるのかな。あ、見てないってことね。なるほど、新品のまま放置と。あ、これがあれかな、工具。あ、工具っぽいな、ソファー。ソファーがまだある。ここで海賊ごっこをしたっけな。もはやナンパ船だね。めっちゃいけんじゃん。てか、おい、このシミ覚えてる。おばさんのワインをこぼしちゃってクロエと必死にこすったんだけど全然落ちなくて。いいな、すごく怒られたな。懐かしい話いっぱいあんじゃん。私だったらもっと近くで取れたのに。座ってみる。座れないんだけど。あ、懐かしもうぜ、懐かしもう。開けないよ、ビビったの。はビビってないもん、今開けるって。だったらマックスが先に飲んで。え、座ってよかった。嫌だよ、リードシップはクロエじゃん。はいはい、じゃあ飲むよ。どう、美味しいよ、すごく。あ、お酒か。私にも飲ませて。お子様はダメ。ずるいよ、私も飲む。やば、絨毯が。あー、ワインだね。ワインだらけだよ、どうしよう。パパたちが来る、隠してバレるわ。いいね、ちょっと見切ったの。ロボテレビでかっ、テレビでかっ。はあ、
おかしいな、ちゃんとお金はありそうな家だけどな。なんで払えてないんだろう。広っ。寒い。もう夏も終わりって感じだね。あ、そういう時期なんだ。9月ぐらいか。おじさんにバーガーを焼いてもらったっけ。うん。最後に使ったのはおじさんかな。昔はじゃあ夫婦でやったのかな、バーガーショップを。クロエの猫のお墓、うん、かわいそうなボンゴ、車にひかれるなんて。いや残酷だわ。クロエと一日がかりで描いたんだっけ、うん、今はほとんど見えない。いいじゃん、なんか捨てられてないっていいな。やっぱまあ当たり前っちゃ当たり前かもしんないけどさ、やっぱ捨てられる可能性もあったわけじゃん。すごいな。あ、大好きだったブランコ、おじさんがクロエのために作ったの。行こうぜ行こうぜ。じゃあねえ、大人になったら何したい。思い出せ思い出せ。私はもう大人だもん。マックスは旅行したい。すごい遠くの国とか世界中を旅したら楽しいだろう。いいね、俺も旅行したい。私置いて。広いの。ちょっとクロエも一緒に決まってるじゃん。ちょっと冒険の旅にはボディーガードがいる。あ、そういうね、そういう役割。じゃあ私ララクロフトみたいになる。強い女って超かっこよくない。うわ、いいな。いいね。そんで車とか船とか飛行機とかで好きなとこ行くの。いい仲じゃん。だけで好きなことをするの。いやいいな。旅行先では何するの。何しようか。写真をたくさん撮りたいな。うん、私本当はね、写真家になりたいんだ。あ、この時は夢打ち明けてなかったんだ。無理じゃないよ、マックスは写真の才能あるもん。ちょっと写真はいつか美術館に展示される。私は信じてるよ。なんでマックス連絡しなかったの。逆に連絡しろよ。いい子じゃんクロエ。普通にマックス連絡しろよ。 LINE ぐらい飛ばせよ。 LINE ぐらい、 LINE なりメールなり。あ、こっちは戻らない。ちゃんとね、こっちから、こっちから戻って戸締まりね。オッケーオッケー。これであれかな、工具のとこ行けばいいのかな、こっちが。失礼するぜ、親父。ここに必要な道具があるはず。めっちゃ引き出しあんな。クロエの新しいパパって学校の警備主任だ。気づけよ。学校中に監視カメラを置くの、心配性すぎない。問題ありそうだな、パパ。クロエの新しいパパって学校の警備主任だ。見た聞いたよ。マックス今聞いたって。マックス、ブラックエルアカデミー高等学校警備員デイビッド・マドセン。お、軍隊のあれじゃん。軍隊のあれじゃんって。びっくりした今。うわ、すげえ。銃が一丁ない。クロエのおじさんが持ってないといいけど。怖いなあ、あいつ。やった、高得点。用心しすぎだろあいつ。ん、おテレビだ。え、なになに、これが未来決めんの。スイッチ入れるべき、どうする。怖い怖い。なんでそれだけ。ブラックウェルの地図、どうしてこんなものが。あ、つけてんじゃねえの、もう監視カメラ。これつけてるでしょこれ。何これ、部屋にカメラをつけたの。うん、嘘でしょ、これって深刻な問題だよ。あ、家にね。クロエとおばさんは知ってるのかな。ちゃんと消してね。いい、ちゃんと消すならいいじゃん別に。さあ閉めてね。よし、じゃあ調べてみようか。いや、これこいつ問題児っぽいぞ。新しいお父さんのものかな。ガンガン調べていこうぜ。パスワードもないし道具を見つける助けにならない。ちょっとなんだろうな。でもクロエに対してそこまで思い出ないわけだろ。だって再婚でしょ。だってあのファイル何が書いてあるんだろう。見てみようか。もう下手くそか。手が滑っちゃった。下手くそじゃんお前。毎回下手くそなんだけど。あ、ちょっと待って。でも写真撮れた今。今写真撮れたな。はい。写真撮ろうぜ。どうしてケイトの写真がここに。待って、なんか
すごく嫌な感じがしてきた。ケイト・マーシュ何かを知っている。ブラックエイキアカメ駐車場。これどういうことこれ。残した方がいいってことこれ。いやでも待って、でも俺がやったってバレ、あ、でも監視カメラついてるわ。監視カメラついてるわ。どこだ、どこにある。でも監視カメラぐらい気づくだろう。気づかないかな。何もない、もう。あ、戻せなくなっちゃったかな。あ、戻せる戻せる。でもさ、これで戻したら知ってることになんないよ。何もな、だとしたら最強じゃない？マックス。マックスだとこれでも記憶は引き継がれるでしょ、確か。あの写真はもう見たくない。ああ。どうしてデイビッドが持ってるの？そう、これでやればいいんだ。ちょっと甘えてたわ、今まで。ちょっと、二つの選択肢、どっちかしか選べないと思ったけど、マックスはどっちも選べるんだな。なるほどね。今更気づくっていうね。これじゃ大きすぎてカメラは直せないな。確かに大きすぎてっていうか、なんかもはや何の工具かわかんねえんだけど。そこら辺に、ああ、いっぱいあんじゃん、トロフィー。かわいそうに殺された上に首を飾られるなんて。へえ、まあでもそういう世界はしゃあないよ。すごい車、クロエの新しいパパが好きなんだろうな。高い車なのこれ。ドア、これ、ああ、内側からかかったやつ、これもしかして。ここないの。あ、あるやん。すごい量、100年は缶詰に困らないね。あ、まあそういう意味ではしっかりしてるんだ、まあ、監視カメラなり。やっぱりやった、開いた、帰ってきたね。あ、写真見ようか。じゃあ一応思い出の中のクロエはいつも笑ってた。うん、今はあんまりみたい。あ、でも割と昔からでもちょっとファンキーじゃん、クロエ。あら、かわいい。JK じゃん、JK。昔からでもそんななんかおとなしい子ではなかったんだな、クロエっていうのは。こっちは後でいいや。え？今行ってもしょうがない。見たじゃん、俺、工具。見てないっけ？まだ。扉閉めた方がよくない？ちゃんと。バレるよ。全部見たくない。あれ見てないっけ？あれ、ちょっと待って。ああ、あったあったあった。これか。精密ドライバー発見。うん、でも手が届かない。不安定そうだな。ああ、洗濯機をオンにして落とすっていう華麗な技を見せる。他選べねえ。他の選ぶ選択肢消えてるわ。一時的に。じゃあオンにしようか。拾えよ、お前ちゃんと。キャッチしろよ。拾えって。私はバカなの？全然届かない。拾えよお前、せっかく見つけたのにあんなところに入っちゃって届かないし、どうしようもない。なるほど、段ボール取るってこと。このぼけた段ボールで。なるほど、動くね、いろいろ動くね。落ちる前にやっとくべきだったね。なるほどね、言ってくれよ。ダンボール今あった？前から。あった？これ。せっかく見つけたのに。ああ、まあ、もう一個前か。あんなところに入っちゃって届かないし、どうしようもない。やったわね、マックス。マックス最強すぎないか、戻れるって。オッケー。やろうか。先が見えてるからこういうことできるんだよな。洗濯機の上に置くなよな、物を。バカかよ。さすが、やるね、マックス。時を戻ってんな。これどうすんの？道具も見つけたし、クロエが探す前に戻ろう。あれ、走れないんだけど。よし、修理しようぜ。でパパのこともチクっちゃうぜ、監視カメラがあるってことを。おい、クロエ、大変だぜ。寝ちゃった？起きてる？工具見つかったんだ。そこの机使っていいよ。マジっすか？進んじゃったムービーで。
カメラ修理するすべも知ってんな。でもマックスはどう、治りそう？やっぱプロじゃないと無理でしょう、そういうことは。お、着替えてる。タトゥーえぐ。どう、全然ダメ。タトゥーえぐ。これマックスも。うん、今日撮ったやつね。右腕への負担すご。これ見たことあるぞ。それはどういうこと、いつ撮ったんだ。おいおい、マジかよ。トイレの非常ベル、マックスの仕業だから姉さんに追われてた。そういうことか。お、あー、いいぞ。命の恩人じゃん。お、仲が治るか。そうなんだろう。うん、そうだよ、俺がやったんだよ、うん、奥に隠れてた。これは言っていいでしょう。すげえ、忍者みたいだ。忍者、忍者なら姉さんを始末してたよ、うん、私は蝶々の写真撮っただけ。マジかよ、やべえ。銃を見た瞬間ちびりそうになったけどね。あの黒いを救ったんだからな。すぐわかった。全然よく分からなかった。全然どっちしろ分かってないんだな、じゃあ。まあ、正直に言わせてください。よく分からなかったです。よく分からなかった。まあ当然だろうな。すごく怖くてちゃんと見てられなかったし。無理もないよ。うん、ほんと今日は驚きだらけ。それじゃあ姉さんとの話も聞いてたのか。覚えてないけどな。まああんまり、まあまあ少しだけ。少しだけね。嘘だ、いたなら全部聞こえただろう。お金がどうこうって話は覚えてるけど、うん、それ以上は本当に知らないよ。覚えてないもん。それじゃ次の質問、誰かに言ったか。え、誰にも言ってなくない？でも俺、誰かって。誰にでもだ。言ったのか。言ってないよ俺。校長先生に。あ、言ったっけ。信じてもらえなかった。本気で言ってんの、うん、あの叫びたりはな、学校の利益しか頭にないんだ。ああ、言ったっけ。言ったか、そう言ったか俺。クロエの名前は出してない、うん、信じてよ。助かるよ、いつかちゃんと説明する。うん、本当ありがとな。お、いや、ちょっと仲良くなったじゃん。なんか思い出の写真出してくれんのお前、まさか懐かしの。確か先月誕生日だったよな。え、覚えてんの？本当にやっぱ思ってくれて。死んだパパのカメラ、プレゼントだ。誕生日覚えててくれて嬉しいけど、これはもらえないよ。いや重いな。私は使えないし、ふさわしい人にあげた方がパパも喜ぶし。マックスじゃねえ、クロエ。クロエ。この写真もらうからな。本当にいいの？クロエ。ありがとう。すごく嬉しいよ。なんか湿っぽくなったな。よし。気分を変えて踊りまくろう。めっちゃ思ってくれんじゃん、マックスの。おお、踊ろうぜ。おお、踊ろうぜ、踊ろうぜ。ちょっとちょっと。このカメラで私を撮って。撮るよ。撮る撮るよ。オッケー。あ、踊ろう踊ろう。ごめん、俺は座ってるから撮れないけど。撮ってやるよじゃあ。いいところ撮ってよ。じゃあもう一枚。楽しそう。この曲上がるな。恥ずかしがんなって。やっぱクロエが思ってくれてることが嬉しいわ。やればできるじゃん。かわいい。消して、早く。お、鳴らしてねえし。鳴らしてねえしは無理があるだろう。ふざけんな、マックス。早く隠れて。見つかったら私がぶっ殺される。クロエ、何してるんだ。早くドアを開けろ。着替えてんだよ、うるせえな。どこだっけ。どっかに隠れろ、早く。あー、クローゼット、クローゼット。待って、何してるんだ。何を隠してる。着替えてるって言ってんだろ。バカバカバカ、ミスった。ベッド。ラジャーが引っかかった。もう子供じゃないよ。ちょっとじゃあ、ベッドの下には入れない。じゃあもう行くよ。他のところを探そう。あ、これか。いや、どこ、わかんないって。どこ。何をしている。どういうことだ。関係ねえだろ。他人を家にあげるな。は？だから他人じゃねえっつの、友達だよ。お前のか。全く冗談じゃない。
隠れられるとこなかったでしょ。銃が一丁なくなった。お前か。あんたの銃なんか取るわけねえだろ。そもそも銃は嫌いだ。おい、なんだこれは。またここで吸ってたな。いちいちうるせえな。ほっといてくれよ。俺に口答えをするな。質問に答えろ。命令だ。私のじゃないよ、マックスのだ。そうなのか。そんなの、そんなんダメだって。は？でもこれだって学生バレてんじゃん。バレてんじゃんね、学生って。この警備員の言いだって学校にいるの分かってるわけじゃん。これ難しいっすよ。友人を取るか自分を取るかでしょ。だから本当に。で、待って、俺学校の警備員にバレたら絶対チクられんじゃん、高校に。いや、これだって黒い悪いもんね。黒いがだって俺のせいにしてるわけだから。より良いよ、別に。私のじゃありません。嘘をつけ。クロエから買ったんだろう。友達価格でもお願いしたのか。もうほっといてくれよ。女子高生相手に軍隊ごっこしてんじゃねえ。なんだその口の聞き方は。うるせえよ。あ、あのちょっとでもやっぱいいか。お前が悪いんだ。俺にも限界がある。わかんねえぞ。ちょマックス、お前は相当な問題児だ。はせめて学校ではおとなしくしてるんだな。ここへは二度と来るな。いいか、今度私に触れでもしたら豚箱にぶち込んでやるからな。よく覚えとけよ。刑務所行きはお前の方だ。その生意気な口と態度、いつか後悔するぞ。あと部屋も片付けろ。で、マジで？クロエ、パニクっちゃって。言い訳はいい。みんな私を見捨てる。親友も当てにならない。そうだろ。え、違う。お前もだって。この町にもう用はない。あんたにも会わなきゃよかった。こんなとこさっさと出て行きたいよ。お前もだって俺にだって罪に着せたじゃん。あ？おかしくないですか。デイビッド、クロエになんてこと。もし私が割って入ってたら。いや、だってじゃない。だってじゃん。だって無理じゃん、そんなの。え、こっから出んの。こっから出るのはさっき出れただろう。おい、クロエいねえし。どうしようかな。ちょっと時間がいい感じだからな。じゃあ次回、じゃああっち見てみるか。あの罪を切る方見てみる。クロエを傷つけないようにできるはず。マックスごめんて。マックスごめんて。じゃあ戻るよ。じゃあ次回じゃなくて今回やるよ。忘れちゃうから。え、だってそしたらママとパパが悲しむじゃん。俺のママとパパが。ママとパパが悲しむじゃん。クロエ、待って。何してるんだ。何を隠してる。何これ。着替えてるっつってんだろ。なんかあるよ。あ、嘘をつくな。開けろ。これ浮かしたら。言ってよ。ちょっと、あ、いけた。もう教えてよ。バレる。そこ、バレる。何をしていた。バレる。着替えてただけだって大げさなんだよ。ごまかそうとしても無駄だ。銃が一丁なくなった。あ、こっからまた同じ流れなんだ。お前か。あんたの銃なんか取るわけねえだろ。そもそも銃は嫌いだ。なんだこれは。またここで吸ってたな。いちいちうるせえな。ほっといてくれよ。俺に口答えをするな。質問に答えろ。なんでだろう。命令だ。誰のだ。あ、これだったらいいんじゃない。これだったらいいよね。これだったらいいじゃん。行こうぜ。ごめんなさい、それ私のです。そういうことか。俺は他人を家にあげない。特に問題児はな。よくも人の家にこんなものを。警察呼ぶか。当然学校にも報告が行くだろうな。どこで何をしようと勝手だが、クロエまで一緒に巻き込むのはやめろ。学校での一件といい調子に乗るんじゃないぞ。パパはどうも悲しむ。どうした、口答えしないのか。いや、なんとか言え。私の友達にそんな口聞くな。お前に友達などいない。あんたこそ警察気取ってんじゃねえよ。ただの警備員だろ。お、いいぞ。元軍人のな。はあ、お前知らねえよ。お前過去形だろ。お前その家に来たら
ただでは済まないからな。マックスには特別に見せてやるよ。新しいおもちゃだ。あー、やっぱお前が盗んでんだ。プライス、クロエプライスだ。バン。ちょっと危ないよ。大丈夫だよ、弾入ってないし。まだね。どこで買ったの？銃は嫌いなんでしょ。男が持つ場合の話だよ。ああ、メイさんとデイビッドとか危ないやつばっかだろ。まあ確かに確かに。かばってくれてありがとう。いやでもパパとママが心配するもん。怖いものなしだな。うちのパパとママが。いやでもあのマックス。窓から逃げよう。とっておきの場所を知ってるんだ。だってあのマックスの終わり方じゃあれじゃない？ちょっと。私まずい状況じゃない？クロエのためとはいえ嘘をついたら奨学金が危ないし、自分のことも考えないと。うわ、もう結局やん、結果論やん、そんなの。パパとこママのメールが痛いんだわ。校長先生がブラックライズの戦術嘘をついたというメールが届きました。本当なの？校長先生はかなり深刻な訴えだとおっしゃっていたし、あなたが嘘をついていたりいることも心配なさってたわよ。いやー、でも黒ね。どっちを取ればいいんだこれ。ライフイズストレンジの嫌なとこ出てんな。次回やるとき覚えてっかな。でも俺次続けてやんないからな今回。次回やるとき覚えてっかな。まあいいや、とりあえず今回じゃ終わるわ。じゃあ次回またどうするか選ぶわ。じゃあまあ、あざした。